拙者樹下神社拝殿と、東本宮拝殿両宮の参道は直行している。東本宮本殿、西本宮本殿と異なり、墨柱城のみに船ひじきを置く。日吉大社は、滋賀県大津市坂本にある神社。式内社、22社の一社。かつては、日吉社と呼ばれていた。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。 境内大宮橋は日本百名橋に選定されている。全国に約3800社ある日吉、日枝、三能神社の総本社である。通称として三能権現とも呼ばれる。猿を神の使いである神猿とする。西本宮と東本宮を中心とする40万平方メートルの境内は国の史跡に指定されている。 社名の、日吉はかつては、日えと呼んだが、第二次世界大戦後は、日吉を、正式の読みとしている。鳥居は独自の形式で、三能鳥居と呼ばれる。文献では、古事記に、大山杭いがまたの名を、山松の大出身。この神は、近大御国の日田の山に雑誌とあるのが初見で、これは、 日吉社の東本宮の祭神大山杭神について記したものである。日枝の山とは、後の日枝山のことである。日吉社は、崇神天皇7年に、日枝の山の山頂から、現在の地に移されたという。日吉社の東本宮は、本来、牛尾山山頂にある、大山杭神が降り立ったという岩倉。 金王岩を挟んだ二社のうち、牛尾神社の里宮として、比叡山の地主神である、大山首神を祀るために、辻神天皇七年に創始されたものとも伝えられている。なお、三宮神社に対する里宮は、儒家神社である。西本宮の祭神、大名討の神については、大見大津宮遷との翌年である、天智天皇七年。 大津慶鎮護のため大和国大臣神,神社の祭神である大物主神を大名無知の神として誕生し、新たに西本宮を建てて祀ったという。これは、大名無知の神の別名である大国主神の二木玉が大物主神であると日本神話に書かれているため、両神が同じ神とみなされたためである。一行、元々の神である東本宮。 大山食い神よりも、西本宮、大名蜘蛛の神の方が上位とみなされるようになり、大宮と呼ばれた。延暦7年、最長が、比叡山城に、比叡山寺一乗司会員を建立し、比叡山の地主神を祀る日吉社を守護神として、崇敬する。そして、延暦13年の平安慶戦都により、日吉社は京の鬼門にあたることから、鬼門よけ。 災難予けの社として国から崇敬されるようになった。延暦寺が勢力を増してくると、やがて、日吉社と神仏集合する動きが出て、日吉社の神は、当の天台宗の本山である、天台山国清寺で祀られていた三皇元筆、魔君に習って、三皇権現と呼ばれるようになり、延暦寺では、三皇権現に対する信仰と天台宗の教えを、 結びつけて、三能神道を解いていくようになる。日吉社は元行四年に、西本宮の大名無知の伯人が、従永二年に、東本宮の大山国神がそれぞれ、小一くらいの深海に寄せられた。演技式神明朝では、名神大社に、劣格している。こうして、日吉社は、延略寺と次第に一体化していき、平安時代中期には、八王子山の奥に、 神宮寺が建てられている。また、日吉社の参道沿いには、延暦寺の里坊が立ち並ぶようになっていく。天台宗が全国に広がる過程で、日吉社の参道信仰も広まって全国に、日吉社が勘定を、創建され、現代の天台教学が成立するまでに与えた、影響は、大きいとされる。天行五年には根本多方島が建立される。 長略三年八月には、後の二十二社中の、下八社の一つとされた。下方二年十月、延暦寺の大衆と日吉社の新人が初めて、日吉社の御腰を担ぎ出して、小銭合いで誤って僧を殺してしまった。身の守る玄義綱を流罪にさせようと要求するため、義行の主である関白藤原氏通がいる都に、向け合僧を行った。 朝廷はこれを防ごうと現義綱と、源頼氏を出陣させて、防衛に当たらせたが、その際に御しに矢が刺さる事件が起きている。遠略寺、日吉社側は死傷者が出て、ついに合走を中止して撤退した。しかし、その後遠略寺が、藤原市通を図訴し、正徳3年6月に市通がなくなると、遠略寺はそれを、 日吉社の御腰の真意であると懸伝したため、朝廷にとっては、日吉社の御腰は維富の対象ともなっていった。これ以降、延暦寺及び日吉社はたびたびこの御腰を使っての、御腰ぶり、豪祖を繰り返し行い、平安時代から室町時代にかけての374年の間に、四十数回も行われている。昭元元年に一部の社伝が消失したが、 室町時代には、山王神道がますます盛んになり、境内に108社、境外に108社もの拙者、抹社が立ち並ぶなど流盛を誇った。しかし、明王三年に、特製一揆によって一部を消失する。元気二年、織田信長の比叡山焼き討ちにより、日吉社も、すべて焼かれて怪人に返した。現在見られる、建造物は、安土桃山時代以降、 天正14年から慶長2年にかけて再建されたものである。信長の死後、豊臣秀吉と徳川家康は三能信仰が厚く、特に秀吉は当社の復興に尽力した。これは秀吉の幼名を日吉丸と言い,い、あだ名が猿であったことから当社を特別な神社と考えたためである。遠方9年。 神仏集合や三能神道を改めようとする動きが、日吉社から出て、延暦寺と争いになるが、状況元年に、日吉社は論争に敗れた。そのために、翌状況2年に、三能神道を守るように延暦寺から厳命され、日吉社は受諾している。1868年、神仏分離令が出ると、日吉社は率先して、仏教職を一掃し、 炎略寺から独立して、社名を、日吉大社とした。分離令直後の4月1日、日吉大社の社市で、明治政府の人議事務局事務係を兼ねていた、樹下茂国が、吉田神社の新官らからなる、新遺体を伴って、炎略寺に対して、日吉大社の引き渡しを要求。拒否されると、近在住民らと共に社殿に乱入し、仏像や経典などを破壊したり、 焼き捨てたりした。これは、廃物希釈が、全国に広がる発端となった。また、本来の祭祀の形に戻すとして、西本宮と、東本宮の祭神を入れ替えた。西本宮に、大山食い神を祀って主祭神とし、大名討の神を祀ることとなった東本宮は、拙者の大宮神社として、格下げとなった。1871年、西本宮が、 官兵大社となる。1928年、東本宮も官兵大社となると、再び西本宮と東本宮の祭神を入れ替えて、江戸時代までの形に戻している。太平洋戦争後の1948年に、神社本庁の別表神社に、加列されている。2006年6月7日、歴史的風土特別保存地区に指定された。 2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景下に祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として、日本遺産に認定される。日吉大社の霊祭時には昔と変わらず、延暦寺の僧も参加している。境内入口北側には、元は、比叡山の里坊、竹林院だった旧竹林院庭園と、元三大資料源ゆかりの具法寺がある。 二つの本宮と以下の五つの拙者からなり、日吉七社、三能七社と呼ばれる。かつては、境内百八社、境外百八社と言われていた。以下に示す二十一社は主なものであり、三能二十一社と総称され、日吉大臣と呼ばれる。旧称は、江戸時代までの神仏集合時代の名称である。東本宮境内の各社は、 大山くい神の家族及び生活を導く神々と説明されている。以下の建造物は、東照宮を除いて、安土桃山時代の建立である。もみじ祭りの様子、日吉の読みについては以下による。ABCDFGHIJKLMNOPQR e 日吉大社、西本宮御鎮座1350年記念。日吉大社。 http://h-i-y-o-s-h-i-t-a-i-s-h-a.jp://n-i-s-h-i-h-o-n-g-u スラッシュ2019年6月11日閲覧。コラム、国宝誕生の奇跡史が県立公文書館2020年10月27日、閲覧、字を尋ねて1868、廃物希釈危機木伸びたお地蔵さん。 北海道新聞日曜長官別釣り2020年9月27日一面、歴史的風土保存区域及び、歴史的風土特別保存地区、指定状況国土交通省、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産、文化庁、2020年9月20日閲覧、佐賀県、日吉大社と、山王権現人文書院、1992年、ありがとうございます。